マスターマインドとは、隠されたピンの色のヒントを元に推理する、ボードゲームの名称であり、ヒットブローと呼ばれることもある。源流となるゲームは、ブルーズカウズである。プレイヤーは、出題者と回答者に分かれる。出題者は回答者から見えないように、ピンを4本選び並べる。回答者は、配置を予想する。出題者は回答者の予想を判定する。 二から三を繰り返し、赤いピンが四本立つまでの回数で勝負を決める。勝敗の決め方としてはなどがある。1970年代前半に、イギリスのインビクタ社から発売。その後アメリカでは、ハズブロ社から発売され、世界中で販売された。日本では、川田及び、ハズブロージャパンから発売。また、 このルールを元にする商品もいくつか発売された。特定の道具を使用しなくても遊ぶことができ、その際にはピンの色の代わりに数字を当てる形式にすることが多い。推理の過程と判定を提示して第三者に答えさせるパズルもある。ルールが簡潔であるため、パソコンの黎明期にベーシックで組まれたプログラムが数多く発表された。ありがとうございます。